やけの光の中に立つ影はミラーマン、ミラーマン、真の世界を通り抜け、今だキックを使え、目だミラーナイフが銃を切る、なんと、つぶらやイマジネーションで私の活躍がコミックス化されるぞ。更新が楽しみだな。来たぞ、我らのウルトラサブスク。ヒーローや怪獣にもっと会える。ウルトラマンシリーズやつぶらや特撮作品に加え、続々登場するオリジナル新作がウルトラ見放題。さらに限定アイテムやオンラインイベントなど、かつてないエンターテインメント体験をお届けします。つぶらやイマジネーション、ウルトラサブスクで検索。今だ、つぶらやイマジネーションにアクセス。スペシャルコンテンツだ。1980年代、謎の飛行物体が地球の各所に頻繁に飛来してきた。飛行物体が飛来すると、必ずその地域で異変が起きた。チーフ、誰かが研究所へ近づいてきます。うわー！侵略者は隣にいる。インベーダーか。されないで。時限爆弾。やった。うわ、滝じゃない。すごいストライクだ。ありがとう。しちゃうです、やめて。プロに転向しろよ。ジェイコ、お兄さん遅いわね。本当だわ。京太郎さんとゲームができるのとっても楽しみにしてたのよ。チーフ、石井君が亡くなったって。ああ、彼の車と一緒に。ただ死因があまりにも不思議なんです。不思議なあ。先生、石井さんの試作していたこの特殊レーダー、来月完成するはずだったんでしょ。うん、狙われたんじゃありませんかね。こいつが完成してこの研究所に備え付けられるのを妨害しようとして。あり得ることだ。おう、どうだった。ああ、目撃した人の話では、彼の乗ってた車は爆発というより突然粉々に砕き散ったというんです。この金属の破片は現場で拾ってきたんです。するとこれがそのスポーツカーの。ああ、すぐ調べてみます。うん、どういうことでしょうか。レーダー反応あり。チーフ、飛行物体をキャッチしました。ポイント424-1058、東京都内、世田谷。あら、どうしたの。玲子さんのマンションのある場所だわ。え、玲子さんがお兄さんと一緒に住んでいた。
おかしいぞ。ああ、藤本君、ポイント424-1058の支店を調査したまえ。チーフ、私も行きます。京太郎君。先生、警視庁に連絡します。うん、どうぞ。ありがとう。広報の配置は完了しました。あ、そうですか。別に異常はないようですね。まあ、一応見てみましょう。ではどうぞ。失礼ですが、どちらへ？ SGM、13階の3号室へ行きます。失礼しました。どうぞ。も一緒なの。どうぞ。SGM どうぞ。こちらは藤本。現時点では異常なし。引き合います。あ、野村君は残しておきます。じゃどうした？ハンドルが引かない。パトカーがどうしたの？パトカーが空で粉々になって消えちゃったの。デコ、疲れてんのよ。今夜何にも考えないでゆっくり寝た方がいいわ。ここはこの辺では一番高いんだね。ええ、そうね。このマンションはいつできたんですか？6、7年前。うん、でもその頃この最上階に入った人たちはみんな入れ替わっちゃったわ。最初からずっといるのは私のところとお隣の4号室ぐらいよ。どうしてみんな入れ替わったんだろう。私です。あ、チーフ。はい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 、わかりました。デイコ、あなたの見たの本当だわ。京太郎さん、大変よ。パトカーが1台消えたんですって。すぐそばの公園で。え？僕、失礼します。もし変わったことがあったら、すぐ SGM へ電話して。ええ、そうするわ。気をつけて。変だわ。確か決めておいたのに。
気のせいだわ。断水してる。変だわ。電話も切れてる。ラジオも。SGM。 そうですか。どうも。防衛大から連絡がありました。飛行物体やマッハ18の猛烈なスピードで大気圏外脱出したそうです。逃がしたか。チーフ、わかりました。石井さんの乗っていた車の車体の粉末から検出したものと、インベーダーが残していったこの超小型時限爆弾の爆薬とは同じものですよ。やっぱりそうか。ええ、まあ爆薬と言っていいかどうか分かりませんが、これは全く新しい元素ですね。地球には存在しない元素です。地球に存在しない。うん。チーフ、レイコの兄さんは宇宙からの侵略者に。野村君、ポイント424-1058の地点、つまりあのマンションから発信する電波に注意するんだ。はい。ウルトラマントリガー。ウルトラマントリガーニュージェネレーションティガ、7月10日朝9時スタート。ウルトラヒーローズエキスポ2021、ヒーローが夏を連れてくる。55周年を記念したジオラマ、ヒーローとの撮影会、超迫力のバトルステージ、トリガーが毎日やってくる。チケット先行受付中。はい、わかりました。はい、おはようございます。ああ、おはよう。京太郎君は出かけました。おお、こんなに早く。何か調べ事があるんですって。うん。ねえお父さん、この頃京太郎さん私と話するの避けてるみたい。なんだか変だわ。麻子。はい。京太郎君は忙しいんだよ。 SGM の仕事も手伝ってもらわなきゃならないんでね。京太郎さんはカメラマンよ。どうして SGM の仕事を手伝うの？ねえお父さん。その話はまたすぐに食事にする。はい。麻子、京太郎君の秘密を今お前に明かすことはできない。彼はミラーマンなのだ。デスク。うん。あんな快適なマンションなのにほとんどの人が急に入れ替わったというのは変だと思いませんか？変だと言えば変だが、そういうことだってあるだろ。で、はい、あのマンションに住んでた人たちを一人一人探し出して話を聞いてみようと思うんです。うん。この間爆死した石井正彦博士。うん。妹さんがまだあそこに住んでるんですよ。ほう。博士も死ぬ前になんか変だなって言ったそうですよ。よし、いいだろう。徹底的に洗ってみろ。はい。
どうぞ。今の人は？あの人が隣の部屋の人なの。ふーん。今までずいぶん仲良くしてたんだけど、急に様子が変なの。私が話しかけても返事もしてくれないのよ。サングラス前からかけていた？いいえ、かけてなかったわ。ユキ、本当にありがとうね。たびたび来てくれて。うん。京太郎さんにも頼まれてたの。玲子の様子を見てほしいって。京太郎さんに？ええ。京太郎君どうしたんだ？よろしいですか？うん。例のマンションの最上階の部屋を売った人に会ってきたんです。うん。サングラスをかけた男が 2,3 人来て、買った時の倍の金を出すからと言って無理に買い取ったというんです。うん。最初は断ったそうですが、何度も何度も来るんでとうとう売ったと言ってます。それはいつ頃のことだ？あ、半年ぐらいの間です。すると侵入者たちはすでにあのマンションを占用してるわけだ。うん。あそこは付近一帯が一望できます。侵略するときには絶好の司令所になりますよ。もしそうだとしたら、連中は他にもアジトを設営していると見なければいけませんね。それからですね、先生、ゆうべのパトカー事件、間違いなく奴らの仕業です。ん？キュー、回電波をキャッチ。ポイント、ポイント424-1058。 よし、航空防衛隊124。電話が鳴った。ね、嘘じゃないでしょ。水道も。もしもし、もしもし、切れてる。よし、行こう。あ、もしもし、どうしたんですか一体？何すんだ。失礼。おおいおいおおい、行きましょう。当てるんじゃないぞ。ぶつけ。おいで。待て。待て。早く。ああ。早くしなきゃ。わかりました。先生、例の高層マンションから火災が発生しました。お父さん、お父さん。麻子、部屋へ帰ってなさい。中に閉じ込められた。あの二人が、京太郎君も。先生。二人が、ユキさんと友達の二人が焼け死ぬ。
み、ドアを開けてくれ。はい。小倉君、小倉君、しかし大丈夫か。京太郎兄さん。いや。何がやよ、心配させて。バカ、京太郎さんのバカ。本当だよ。あんまり心配させんなよ。ね、アコちゃん。アコちゃんじゃないわ。ね。すいません。アサコさん。事件は終わった。だが、彼ら侵略者たちは再びどんな恐ろしい侵略計画を実行に移すか、それは誰にもわからない。侵略者はあなたの隣にいる。さて、次回のミラーマンは、科学者前田教授を乗せた上り超特急が乗客984人と共に突如消滅した。侵略者はしばらくしてミラーマンを引き渡せと申し込んできた。その真意は何か。ミラーマン、果たして誰か。異次元怪獣ダークロン登場。戦え、僕らのミラーマン。では次回の消えた超特急にご期待ください。夜景の光の中に立つ影はミラーマン、ミラーマンの世界を通り抜け、今だ
キックを使え。目だ。ミラーナイフが銃を切る。星空の光の中に立つ影はミラーマン。光の壁を突き破り、今だ、とどめの一撃、頭だ。ミラーシュートが敵を断つ。戦え僕らのミラーヨン。夢見る力、創造の源。日本の特撮テレビシリーズに金字塔を打ち立てたウルトラマンシリーズ、その一話一話の作品をより深く味わっていただきたい、そんな思いから生まれたプロジェクト、それがウルトラマンアーカイブス。勇気はある。制作当時の俳優やスタッフ、実はスクリーンプロセスじゃないんですよね。作品を愛する著名人、あのチームの組織者として、数々の資料。アンバランスなんていうのウルトラ Q にしようよ。タイトルバック自体が親父の最高傑作。オレンジと思いましたね。ノーとは言えないですよね。さあ、新たな作品の魅力が導く新たな空想の世界へ。つまりウルトラマンっていうのは光の国から来た使徒なんですよね。ウルトラサブスクで検索。つぶらやイマジネーション、ヒーローや怪獣たちにもっと会える。今回のゲストは高寺重則さん。犠牲者はいつもこうだ。文句だけは美しいけれど。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録すると動画の更新をお知らせするぞ。それでは次の動画もお楽しみに。